だけどどうしたらいいのって感じ。暑すぎる、暑すぎるんだよな。だってさ、やばくないみたいな。暑すぎるよね本当に。今福岡市の気温を調べたんですけど29度って書いてある。怖っ。エアコンは除湿です。もう絶対無理だと思う。だって29度ってさ、おかしいじゃん。おかしいって。どうしたのって感じ本当に。ニコラスさん短冊ありがとうございます。吉坊さんひじりでありがとうございます。よっちゃんさんも短冊ありがとうございます。竹山さんかわいいありがとうございます。暑いよ。だってさ25度で熱帯夜とか言うじゃん。もう超えちゃってるくない？だってさ普通にさ真夏日と同じだよ。東京は20度だよ。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん東京。なんでなんでこんな違うの？ずるいんだけど。交換してよ温度。エアコンは今言ったやん。今行ったやん。本当に暑い。どうしたらいいの？まったく。まったくよ。しんさん、短冊ありがとうございます。アイスの頭に巻いてます。痛くなっちゃいそう。トニーカイさん、短冊ありがとうございます。広瀬さん、流れ星ありがとうございます。除湿は白取って温度上げてるから黒にすればいいと聞いてあります。あ、そうなんだ。トニーカイさん流れ星ありがとうございます。ルディさん短冊ありがとうございます。除湿っていうか送風、風が来るよみたいなやつ。まあいろいろあるよね。これ家庭の価値かなと思う。トニーカイさんひじりありがとうございます。そう、家庭によると思う。我が家はまずエアコンは冷房つけないっていうタイプなんですよね。でも別にそれは私の家だけなんで、別に皆さんがそうするべきだとも思わないし、逆にみんながこうした方がいいっていうのを正直聞く気はあんまりないです。最低。マジウケる。最低すぎて無理。あ、でも別にお水飲んでるし。ブリハマチさん短冊ありがとうございます。ゆくあわちゅうやどっちともだった。え、めっちゃすごい、おめでとうございます。わーい、ワクワク。他に話、うん、どう思われてるのかな。コウメイさん短冊ありがとうございます。最近めっちゃお洋服買ったんですよ。幸せでした。やっぱお洋服しか買ったんだなと思って。武道館のサブリミナル見た。もう本当にすごい、めっちゃあの曲好きだから、もう鳥肌立つマジで。
200回のうちとりあえず2回見てよ。お、ありがとうございます。あと198回頑張ってください。 OK。 ミカにね TikTok フォローしようって話になって、私フォロー1なのにミカだけなの、めっちゃウケない。きつ、めっちゃおもろ。私とエミカでね、お互いにフォロー交換こしようってなって嘘やんみたいな。マジでさ、なんかフォローリミカだけなんだよ、超ウケると思って、なんか口塗ってなかった。ちょっとでもすいません、このまま行かせてもらって。1本作るのにどれぐらいかかってるんですか？これは恥ずかしいからめっちゃ早く終わらせたくて結構早かったかな。でもタイミングが難しくてパクの、でもすごい恥ずかしかったからめっちゃ撮ってる時に汗かいちゃって髪の毛ボサボサなんだよね。それが一番恥ずかしい。本当に恥ずかしい。もう本当にやだ。でもなんかこの声音源あすごい可愛くて、あー可愛いと思って、でやってる方もすごい可愛くて、可愛いと思ってちょっと勇気出してみました。でも TikTok ではブリッコしかしてないからちょっと違う人だと思ってみてほしい。同じ顔なんだなと思って、あの双子だと思って、うん、別人格だから。もう孔明さん短冊ありがとうございます。トニーカイさんハード100個ありがとうございます。ナミさん短冊ありがとうございます。カーディアモツネコちゃん可愛すぎ。あ、みんなのことは待ってないです、すいません、失礼します。誰を待ってるんですかね。リミカかな、ユーズのフォローしてるから。そう、みんなは家帰ってもいないよ。私は悲しいね、すいません、この夢をぶっ壊してしまって、夢をこのものに破壊してしまってごめんなさい。今日ワンダー誕生日なんだけど、おおめでとうございます。おたおめハッピーバー。大阪のターさんさん短冊ありがとうございます。あーテケテケさん短冊ありがとうございます。その猫耳もね、なんだっけな、ハロウィンかなんかの握手会、ハロウィンが近い時の握手会でお帰省でリーダーの服を着よっかみたいな流れがあって、その時に買ったんだよね。くるみと猫のなんかコスプレみたいな、コスプレっていうか猫の柄の服を買った時に猫耳つけちゃうみたいな感じで買ったのを、それ以外使ってないです。それ以来ずっと置いてあったものを引っ張り出してきて、クソッと思いながらで引っ張り出してきてこうなりました。マジ無理。ウケるウケるウケる、おもろ。今までフォロー中のところで全然ね動画なかったの、フォロー誰もフォローじゃなかったから。でもリミカがいっぱい出てくる今、全部可愛い。下に下がると昔になるんだ。なんか今までフォローをねするのがめんどくさくて、誰かのだから誰もフォローしてなかったんだけど、リミカフォローしたからしばらくこのリミカしかいないのを楽しんだ後に何人かまたフォローしていこうかな。マジフォローするのめんどくさいってどういうことみたいなね、全部私のこの検索欄に必死に並べてあって、レイさん短冊ありがとうございます。そう
おいー。なんで顔が可愛いとって何しても顔が可愛いんだろう。こういうことね、みんなね、赤にゃんも可愛いよって言ってくれるの。あ、本当ありがとうって感じ。お先にごめんね、言っちゃって。あの、みんな待ってます。うん、赤にゃんも可愛いよ。ありがとうございます。なんだけど、なんかね、本当に、はあ、顔が可愛いと思う人って何してても顔が可愛いの。なんか、いつでも世界一可愛いから、へぇーって。へぇーってなっちゃう。鼻をつまんでほしいな。なんで？なんで？目。嬉しい、みんながあんま言ってくれなかった。でも思ったよりも言ってくれなかった。もっと言ってほしいね。もっと言ってほしいね。鼻つまんでって言うとか、鼻つまんだら鼻かみたくなっちゃう。なんかさ、私絶対鼻炎なの。ずっと鼻詰まってるんだよね最近。なんでみたいな。泣いちゃいそう。大阪のお母さんさん、かわいい、ありがとうございます。ニコラスさんもかわいい、ありがとうございます。本当にさ、なんかかわいいなと思って、ため息しか出ないです。ため息だけ出しとく。ため息だけ出しとく。いいですか。良平さん、短冊ありがとうございます。うん、花粉なのかな、どうなんだ。あ、間違えたの、変なのおっしゃった。やだやだ、変なのおっしゃった。私のおすすめが変なことになっちゃうんだよな。いや本当に、あ、顔かわいい。花粉症なんだけど、でも夏の花粉なの、夏の花粉が花粉症なのか、なんていうの、夏の花粉が花粉症なのか、なんて言えばいいんだろう。夏の花粉にも反応してるのかは分かんない。ドールちゃんさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。やったぜやったぜ。伊藤ごまさん、短冊ありがとうございます。そう、最近はね、本当に可愛い人を見ながら、何してるかな。何してるかな。ちょっとすいません、ひじひじとラインしてました。すいません、本当に。あ、14日だ。14、あ、5。14日です。14日、こっちじゃないのか。私のやつと反対なんだよね。14、4。猫キャットさん、短冊ありがとうございます。トモさんも短冊ありがとうございます。糸ゴムさん、ひじりありがとうございます。ハッシーさん、短冊ありがとうございます。博多の細野さんもひじりありがとうございます。そう、 LINE してて、いつの間にかね、LINE が来てるんですよ。もう、あの子もね、私の大好きですから、きっと。うふん。うふん、うふん、うふん。本当に。ピジリ。ピジリと仲良しなんですよ。私。なんか私、ショールームで自分のことフォローしてて、なんかフォローすると通知が来るっていうか、なんか見
やすいので欄に、なんかよくわかんないけど自分のことフォローしてるんですね。フォローできたから自分で、めっちゃウケると思ってフォローしたんだけど、スタナさん、フォローしてる人が配信始めたら通知来るわけ。スタナさん、自分が配信した5秒後くらいに通知来んの、めっちゃウケない自分で自分の配信の通知取ってんの、面白すぎて、もうフォロー外そうかな。私、自分のことをフォローしてるって何みたいな、はてなみたいなとかあるよね。ビーバップ団長さん、流れ星ありがとうございます。ニコラさん、短冊ありがとうございます。ありがとうございます。インスタライブ待ってます。多分しないと思います、しばらくは。だってインスタライブ、ショールームでいいもんなと思っちゃうあの、口からこぼれちゃってんだよね、可愛いって言葉が。もう可愛いなって、もう可愛いってなっちゃう。息多めでお送りしたいですね。りょうさん、短冊ありがとうございます。猫キャットさんも短冊ありがとうございます。そう、吐息多めでなんかガチ感出るくない、なんか可愛いじゃなくて、可愛いって言った方がなんかちょっとガチっぽいよね。もう汗って感じですよ。あれ食べたい。どれ？あれって何？肉が食べたい。お肉。牛タン希望。ラビュー。ラビュー。ラビュー、ラビュー。猫キャットさん、単独ありがとうございます。私お肉とか見てる時もなんかすごい恋しちゃってんのかなみたいな感じになっちゃうんだよね。牛タン食べたい、本当に。牛タン、ネギが乗った牛タンが食べたい。ああ、牛タンとネギはもう離れられない、なんか相棒みたいな存在だと思うんですよ。多分お互いに二人で戦いに行ったら多分だけど背中合わせで戦っちゃうタイプの相棒なんですね、牛タンとネギは。なんか私は牛タン食べるときは、まあ選択できるのであればネギを乗せますね、絶対。やっぱり牛タンはネギがいないとダメだと思うし、ネギも牛タンがいないとダメだと思うから、そこ二人は絶対一緒にいさせてあげたいというか、そういうことを思いながら生きてますね。うん、何の話？全部食べるんですけど、なんだろう、牛タンは一番美味しいと思うんでね。私は結構肉の部位でどこが好きって言われたらやっぱ牛タンって答えるくらいには、もう牛タンがね、もう一番美味しいですね、私的には。なんだろうね、何が美味しいんだろう、食感かな、わかんないけど。マジで牛タン食べた時と、まあ、他のお肉食べた時も美味しいってなるんだけど、牛タン食べたらはぁーってなる。もう言葉が出てこない、美味しすぎて。そういうとこある。
ビーさん短冊ありがとうございます。牛タンが食べたい。どこにいるの牛タン。牛タンどこ、牛タンどこ。なんか今日久々にすごいいっぱいライブ見たんですね。コンサートの映像とか、あの自分の持ってる DVD とか、そしたらすごいなんかやりたいなと思っちゃって、コンサートがっていうか公演とかも含めてやりたいなと思って、すごいなんか踊りたいっていう気持ちがちょっと強くなった。上州の和重さん短冊ありがとうございます。短冊に短って入ってるのやめてほしいね。ちょっと今完全に短冊から短を連想しちゃったよね。短美味しかったな。口にいるやっぱなさすぎて変か。ちょっとリップ濡らしてもらって。あ、復活。あー食べたい牛タン。どこ牛タン、どこ牛タン。そんな方の今私と喧嘩しちゃったんだ牛タンと。だからね今一緒に近くにいてくれないの。泣いちゃうよねそれな。どこ牛タン。牛タン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 。あとなんか今年さ浴衣も着たいなと思った。でもやっぱりひじりゾーンに行きたいね。ヤシボウさん短冊ありがとうございます。私メガネをいつも適当にそこら辺にポーンって置いちゃうからさ、すぐフレームとか歪んじゃうんですよ。気をつけてほしい。こちらって タンシチューって何。私普通のタンの方が好きかもしれない。食べたことない。佐藤勲さん短冊ありがとうございます。大阪のタンさん短冊ありがとうございます。トヨ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 さん流れ星ありがとうございます。短冊って一回言うごとにタンがもっと食べたくなる。短冊タンタンタンってなる。一回の短冊でもうタンがまた食べたくなってしまう。タンへの愛は深まっていくばかりだよ。トヨ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 さん短冊ありがとうございます。あまたタンが。ニコラスさんも短冊ありがとうございます。あまたタンが。ああタンがいっぱい。タンがビーバップ団長さん誰もありがとうございます。もうおにぎり村長さん短冊ありがとうございます。もうなんかピンクだしタンに見えてきたよもう私には。どうしたらいいんだね。食べたいね。ああタンがいっぱい来ちゃった。しみちゃんさん短冊ありがとうございます。はあはあ汗汗汗。ああタンが。ミープ団長さんもタンありがとうございます。もうタンにしましょう。タン、あ、タンありがとうございます。ミルンクラゲさんもタンありがとうございます。やばい。これがタンの形に見えてしゃあない。もう私もタンにしか見えないよ。もうタンとしか認識できない。
焼く前、あのお皿に運ばれてた一番楽しみな瞬間のターンにしか見えないよ。本当に美味しいよね。昨日ネギ塩タン食べて、うわー、なんで、そのもうやめてよ、タンマウントは。タンマウント禁止。大阪のタッサさん、タンありがとうございます。吉坊さんもタンありがとうございます。トニーカイさんもタンありがとうございますタンありがとうございます。クソ。ニコラスさんもタンありがとうございます。あー、タンがたくさん、あー一生分食べれる。佐藤勲さん、タンありがとうございます。でもタンってマジで30枚くらいいけるなと思っちゃわん、正直。1人前って結構さ、5、6枚じゃないですか。でもさ、もっといける、もっともっといけるよって思っちゃう、いつも誰？鬼コーチみたいな。タンがね、美味しいですよね、やっぱり。あー、もうタンのことしか考えられない、私は。ダメ、もうダメだ、タンのことしか考えられないから、私はダメだ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 。トニーカイさん、タンありがとうございます。たくさんのタン。大阪のタンさんさんもタンありがとうございます。カルビはどうすかかな、どうですかとか。カルビも嫌いじゃないんだけどね、やっぱタンの方が好きだなって思っちゃう、私は。みんなが私にタンマウント取ってくるんだけど、やめてよやめてよ、ひどい。みんなして、なんでそういうことするのねえ、なんでそういうことするの、やめでしょ。なんでそういう風に、人が嫌がることをしたらダメなんだよ。猫キャットさん、タンありがとうございます。タンタン恋しいよ、タンが、タンが恋しいよ。涙涙涙涙。タンはもう全部が好き、存在が好きなの。存在を愛しちゃってるんだよね、私は。謎ドヤ顔、ドヤ。クルタン元気？知らんよ知らんよ、私クルタンと一緒に住んでるわけじゃないんだからさ。クルタンに聞いて、元気って。メールは来てないの？元気なんじゃないの？ちょっと前に目あったよね、竹本くるみ。どうなん？ちょっと私わかんないけど、多分なんかメール来てるじゃん。いいね、いいね。ビバップ団長さん、ひじりありがとうございます。
意味がわかんないアバター使ってる。そうなの？受ける。やったやん、謎やったやん。めっちゃ受けですよ。あー、タン食べたい。もう口癖だよ、タン食べたい。あー、誰誘っていこうかな。アイリとか、アイリ行ってくれそうだな。私はタンが食べたいですね。なんかここにキュウリもタンに見えてきたもん。より汗。なんであんな美味しいんだろうタンって。もう目を閉じれば目の前にタンのあの光景がさ、光景が思い浮かぶんだけど。ビバップ団長さん、うま、ありがとうございます。目を閉じたらさ、どこに牛タンがあってさ、焼いてさ、食べるまでの様子をさ、今想像できる。楽、もう一瞬でさ、きっちりちゃんと想像できるんだよ。あの、あれして、レモンをつけて、ネギを乗せて、それを包んで食べて、でご飯も食べて、ああ。絶対に幸せ、これが一番幸せ。厚切り牛タンが食べて、私薄切り派なんですよ。厚切りも好きなんですけど、なんか薄切りの方がパパパパいけるから薄切り派なんですけど、まあもうこの際何でもいいや。今日ケープしたから髪の毛固まって、なんかすごい汗かいた人みたいになっちゃった。恥ずかしい。ビーバーバダンツさん、うま、ありがとうございます。おいしそう、おいしそう。ビーバップ団長さん、ひじり、ありがとうございます。このさ、初めて見る人さ、私がなんでさ、この子にひじりって言ってるのか誰も理解できないよね、きっと。うん、まあいいよ、理解できなくて。話しても多分理解できないもんな。だから、どういうことみたいな、なんで、結局なんでみたいな。牛タン食べたいな。ダメだ、負けてしまうよ、誘惑に。牛タンという誘惑に逆らえないよね。ひじりトートでバーベキュータン、バーベキュータンおめで、めっちゃいいじゃん。それしかないじゃん。夏にしたいことそれにすればよかったわ。大阪のターザンさん、うま、ありがとうございます。やれですね。エイブドモードさん、短冊ありがとうございます。あ、タンありがとうございます。ちょっと青いですね。かき氷を食べちゃったのかな、そういうことなのかな、そういうことかな。
オップパターさん、ちょっとかき氷食べた後のターン、ありがとうございます。ちょっとリアルなこと言っちゃったね、よくないね、やめとこう、やめとこうやめとこう、ターンありがとうございます。はあ、やっぱりターンしか勝たんって言ってね、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと思いついちゃいましたね、とうとう、いや、ありがとうございます。みんなきっとね、今拍手喝采だと思います、ありがとうございます、ありがとうございます。うま流れ星よかったよ、あ、すいません、見間違いでしたね、流れ星ありがとうございます。ビーバップ団長さん、ノルマありがとうございます。いやー、タンが美味しいですね、やれやれ。タン食べたい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 、まったく、ビーバップ団長さん流れ星ありがとうございます。もうそろそろランキング見ますかね、ちょっとまあその前にひじりから LINE 来たから返すね。はにゃ、オッケーオッケー、はい、というわけで私もはにゃって言ってた、口で言ってた、言ったつもりなかったよ、ヘタッピさんかわいい、ありがとうございます。じゃあランキング読みますね、読みますね。13位クラインさん、ありがとうございます。12位ビーバップ団長さん、ありがとうございます。11位トールちゃんさん、ありがとうございます。10位よっちゃんさん、ありがとうございます。9位博多の細麺さん、ありがとうございます。8位トニーカイさん、ありがとうございます。7位トーグマさん、ありがとうございます。6位ヨシボウさん、ありがとうございます。5位ナミさん、ありがとうございます。4位コウメイさん、ありがとうございます。3位ニコラスさん、ありがとうございます。2位ネコキャットさん、ありがとうございます。1位が大阪の炭酸さんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。ヘタッピさん流れ星ありがとうございます。イエイ、こんな夜遅くまでの配信ありがとうございます。うふふふふふふ、タン食べたら報告してね、はいはい先生、任せてください、任せてください先生。じゃあ私がメールにサチっていうメールを送るので、食べたらね、それを合図にしてください、皆さん、あ、食べたんだなって思ってください、サチって送りますね、ちゃんと幸せっていうのを送るので、それまでお待ちください。というわけで、じゃあ皆さんおやすみなさい、すやすや、じゃあねー、バイバイ、はっ違うの、これはね、
配信を終了しますって押して、そこからピースをするっていうのが私のもう人生の中の楽しみなわけ、絶対に勝つっていうのがね。でもそしたらもう一個ワンステップあったけど勝手にやっちゃいました。すいません、今度こそ行きますよ。